で、フィリピン移住された方ですね、ご質問いただいてます。ボラれない店を知りたいと、女の子が綺麗で可愛いというボラれないお店を知りたいということなんですけども、まあ、とにかくですね、これはリアルな口コミが一番かなという思います。まあ、現地在住者は僕に聞いてもらってもいいんですけども、やっぱりですね、初めて行く方とか、そんなに慣れてない方っていうのは結構ボラれるっていうのがやっぱりあるので、まあ、舐められるとかもう空気感で分かるんですよね。なのでやっぱり慣れてる人と行くっていうのが一番いいと思います。で、ネット上の情報もですね、まあ、コロナ前のものとかは結構夜遊び系、東南アジアの夜遊び系ってブログがあるんですけども、今まあ、少なくなってきてるので、情報がですね、古くなってきてるんですよね。なのでやっぱりそこはしっかりアップデートされてるものを、チョイスされたらいいかなというふうに思います。やっぱりどれを選ぶか、どれを見るかで全然情報変わってくるんですよね。まあ、信頼できる情報というのをしっかり、精査してですね、見て